こんにちは、はじめまして、しみと申します。よろしくお願いします。YouTube 初めて動画作るんですけど、とりあえず今日はレコードを初めて購入したので、その紹介をしていきたいと思います。レコードは2つ買いました。7インチの方から紹介します。こちらです。ずっとずれてるの僕の荷重というレコードです。入ってるのが僕の荷重と地球のへそ、絶対絶命という3曲が入ってます。ずっとずれてる図は知ってますか？紹介とかした方がいいのかな、わかんない。とりあえずじゃあウィキペディアに載っていることを説明します。ずっとずれてる図、ずっとずれてる図は日本のロックバンド、2008年結成、2009年解散、2012年に再稼働です。略歴ヒゲメガネ浜岡本、セイマラキタ、スポポン岡本零士、サラコナ岡本翔がずっとずれてる図を結成。その後、和光高等学校の卒業式のアフターパーティーにルフラを加え出演。このライブ限りで解散する予定だったが、ライブ後が先行ライオット2009の開催時期で、優勝賞金が100万円という話で盛り上がり、エントリーに至った。先行ライオットではファイナルステージ進出。大会当日の8月8日にステージ上で解散を発表。同年11月11日にアルバム第1週を発売。その後はバンドに対する取材やライブを全て断っており、サケロックのイベントや音楽フェスティバルワールドハピネスのオファーも断っていたという。2012年5月に行われたジャパンジャム2012で再稼働。2016年にアルバム第1週のアナログ版を発売というようなことが書いてあります。アルバム第1週っていうのが今の紹介にもあったと思うんですけど、実は持っております。第1週なかなかにすごいジャケットですよね。これね、見えるかな。裏もねいいねっていう感じですね。私も男だったらこういうことしたかったなって見るたびに思います。アルバムだけじゃなくって、アルバムだけ CD じゃなくって、これのアナログ版も欲しいですね、いつか。本当に音がかっこいいんでね。聞いてみてください。 YouTube にもね、確かミュージックビデオとかあったと思うんで、面白いですよ。ライブ映像とかもあったと思います。面白いんで見てください。んで、次大きい方がこちら、ハリー細野とイエローマジックボンド、ハライソです。いやー、ジャケがすごいいいですよね。これ裏こんな感じです。うわー、なんか夢の中の楽園っていう感じですよね。
レコードを買うなら一番最初は腹いそがいいなってずっと思ってたんで、まあ、このオリジナルの発売日が1978年の4月25で、まあ、当時作られた版がいいっていう、そこまでのこだわりも特になかったので、まあリマスターかな、これリマスタリング2019年にされたやつなんですけど、レコードで腹いそが聴ければいいかなっていう感じだったので、こちらを購入しました。まあ、レコードを買ったはいいんですけど、まだレコードプレイヤーを持っていないので聴けないんですけど、今すごいどれ買おうか悩んでます。テクニックスのやつにしようかなって思ってて、ヤフオクとかでいろいろ探してるんですけど、まあなんか状態が微妙だったり高かったりとか、ちょっと分かんない部分も多くって、まだ購入には至れてないんですけど、近いうちに早く買いたいなって思ってます。じゃないと聞けないしね、早く聞きたいと思います。楽しみだな楽しみだな、レコードで聞くの。いつもあの Spotify で聞いてるんですけど、レコードでやっぱ聞きたいなって、好きな曲はレコードで聞きたいっていうのが結構ずっと 2,3 年思ってて、で私あの4月から社会人になってお給料ももらえて、自分のお金でいろいろやりくりができるようになって、で一人暮らしも今やってるので時間も割とあって、レコードをやっと楽しめる年齢になったかなというふうに思うので、ちょっと買ってみました、思い切って。なんか買い出したら本当に沼というか終わりのない世界なんじゃないかっていうのがあって、で結構安いものではないと思うのでずっと悩んでたんですけど、やっぱり音楽好きだし楽しいし、レコード集めを趣味の一つにしようかなと思ってます。はい、まあ私今20歳で、で学校とかも女子校、ほぼ女子校みたいな感じだったので、まあ細野晴臣とか、まあ、ずっとずれてるず知ってるクラスメイトなんていなかったですから、現実、インターネットじゃない現実の場で音楽の話をしたことがないんですけど、なんかこうやって YouTube で自分で発信すれば同じものが好きな人たくさんいると思うので、私の近くにいなかっただけで世界中にはいっぱいいらっしゃると思うので、そういう方がこの動画見て話しかけてくれたら嬉しいなって思ってます。でもまだ音楽のこと勉強中だし、いろいろ聞いて、いろいろ探してるつもりなんですけど、まだまだ知らない音楽もいっぱいだし、だから楽しいし今も勉強中なので、おすすめの音楽あるよとかあったらぜひ教えてください。好きなジャンルとかは問わないです、全然いろんなもの聞くので。最近はブルフペックは結構1年2年前くらいからずっと聞いてて、昨日
昨日だっけ、昨日の0時に星野源の新しい曲が4曲ぐらい出たんですけど、めちゃくちゃ良くないですか、あれ。私スーパーオーガニズムすごい好きで、これ日本版なんですけど持ってて、発売された当時に確か買って、なんかめっちゃ聴いてて、学生の時すっごい聴いてて、もうなんか YouTube に載ってるスーパーオーガニズムの動画全部見たんじゃないかっていうぐらいずーっとスーパーオーガニズムにハマってて、で星野源もすごい好きなので、なんか一緒に音楽作ってくれてすっごい嬉しいです。めっちゃいい、めっちゃ良かった、ほんとすごいで、パンピーの晒し物もすごいいい、かっこいい、本当に最高ですね。いやー嬉しいです、本当に嬉しいです。星野源のアルバムも持ってるし、ライブの DVD も持ってるし、すごい好き。ライブも行ったし、2月東京ドーム行ったし、だからすごい嬉しいですね。この2人、この2つが合わさってくれて本当に感無量でございますね。昨日のおげんさんも見ました、すごい良かったです。松重豊さんが良かったですね。ラジオをやってるじゃないですか、深夜の音楽食堂。あれちょっと一時期聞いてた時期があって、やっぱり松重さんすごいなって思います。あの年齢でまだ新しい音楽とかを探すのって結構すごくないですか。なんか学生の時は毎日のように新しいバンドとか探して聴きまくってたんですけど、今はあんまりなんか特定のバンドばっかり聴いてて、開拓していこうっていう気持ちってだんだんなんか減ってくとは思うんですけど、松重さんは未だそういう探求心みたいなのがすごいあって、いや本当にすごいなって思いましたね。おげんさん、1年に1回じゃなくて1ヶ月に1回ぐらいのペースでぜひ作っていただきたい本当に楽しかったです。いやよかった、三浦大知くんも出てほしかったけど、いやすごいよかった今日は今回はこんな感じで、ちょっと終わり方わからないんですけど、これからも今回みたいに音楽の話とか買ったレコードの話とかしたいと思います。次はあれかな、レコードが届いて腹いそ聞いてみたとか、そういう動画を作ろうかなと今模索中でございます。動画作るヒントとかあったら教えてください。全然わからないので、音声とかも多分なんかムラとかすごいあったりすると思うんですけど、ごめんなさい、まだ初めてなので、ご視聴ありがとうございました終わり方がわからないけど、じゃあまた次回、ありがとうございます。見てくださってありがとうございました。なんか YouTube 風に終わろう